ミカエル八世、パレオロゴス、ミカエル八世、パレオロゴス、ローマ、自転車、1225年から1282年12月11日は、東ローマ帝国最後の王朝である、パレオロゴス王朝の初代皇帝、在位、1261年から1282年。後に、最も狡猾な、ギリシア人と呼ばれるほどの策略家で、 ラテン帝国に奪われていたコンスタンティノポリスを脱回して東ローマ帝国を再興した。彼の開いたパレオロゴス王朝は1453年にオスマン帝国によって帝国が滅亡するまで約200年間続いた。ミカエル八世パライオロゴスと表記される場合もある。中世ギリシア語表記ではミハイル八世パレオロゴス。父はコムネノス王朝。 アンゲロス王朝一門の大貴族、アンドロニコス・ドゥーカス・コムネノス・パレオロゴス、1247年没。母は皇帝アレクシオス三世アンゲロスの孫娘テオドラ・アンゲリナ・パレオロギナ、コンスタンティノポリスで最も高貴な家系の出身であり、1204年の第四回十字軍によるコンスタンティノポリスの征服がなければ最も定位に近い人物であった。若くして、 結物ぶりを発揮し、二階屋帝国の歴代皇帝に雇われた、フランス人傭兵の司令官に昇進する。テオドロス二世の崩御から数日後の1259年に、重臣、ムザロンを暗殺し、コンスタンティノポリス総主教、アルセニオス・アウトリアーノスと並んで、当時八歳の皇帝ヨハネス四世の共同貢献人を務める。その後、先制校の称号を得て、最終的には、 ジェノバ人の協力によって共同皇帝を宣言した、事実上の帝国の乗っ取りであった。1260年にペラゴニアの戦いで、ラテン帝国やエピロス先制公国などの連合軍を破り、1261年にはラテン帝国軍が出払っている隙をついて、最後のラテン皇帝ボードアン2世からコンスタンティノリスを奪回、息子アンドロニコスを 共同統治者として、自ら、ローマ皇帝を宣言する。同年12月、ヨハネス4世の目を潰させて、マルマラ海の城郭に遊兵した。この行為によって、コンスタンディノポリス総主教アルセニオスから破門され、1268年に、次のニキフォーロス2世と交代するまで破門状は、撤回されなかった。こうしてヨハネス4世が、定位に返り咲くことができないように手を打った後、 急いで彼の姉妹を諸外国に降下させ、自身の王朝の保全を図った。ミカエル8世は定位につくとすぐに、ラテン帝国時代の習慣を排して、第四回十字軍が来襲する以前にあったような、最も伝統的な儀式や制度を復活させた。その一番の野心は、帝国の半島を以前に戻すことであった。脅威が、ラテン系の西洋であること、とりわけ隣国のイタリア諸勢力。 シャルル・ダンジュー、ローマ教皇マルティノス四世、ベネツヤ共和国が力を合わせて自分に手向かうだろう、ことを悟ると、マレル一世、コムネノスの輪立ちを踏まないように準備した。1263年に、ローマ教皇ウルヴァヌス四世の支援を受けて、アカヤ公、ギオーム二世、ドビルアルドゥアンと講和し、1264年には、エピロス先生公とも和睦した。これによって、 ペロポネソス半島にあるミストラス、モネンバシア、マルバジア他いくつかの要塞をギオーム二世から割上された。1265年、マムルーク朝と対抗するためにイルハン朝と同盟する必要が出たため、フレグにマリア、デスピナをと継がせようとしたが、2月に道中でフレグが休止したため、アバカと結婚し、同盟した。同年7月、 野外ハーン率いる女子ウルス軍が東ローマ帝国に出兵し、東ローマ軍を撃破するとトラキアの街を破壊した。ミカエル8世は娘エウフロシュネー、ユフロザニペイリアロッジナを野外ハーンの日に送り、同盟した。その後、ジェノバと結んでベネツヤと交戦した後に和解し、両者と強い関係を維持しながらも、コンスタンティノポリスからその影響力を減らそうと努めた。 続いて、教皇庁と西欧諸国の間にくさびを打ち込むべく、ローマ教皇に東西教会の合同を持ちかける。この合同は1274年の第2回リヨン公会議にて締結された。しかしながら、聖教会側が大きく譲歩したため、監獄は合同に反発した熱心な聖教徒で溢れ返った。当初このくさびは役だったが、ついにシャルルダンジューに肩入れする。 教皇マルティヌ4世から波紋を宣告された。方針の転換を迫られたミカエル8世は、シチリアの番頭事件を先導し、アラゴン国王ペドロ3世率いるカタルーニャ兵のシチリア侵攻につなげた。ミカエル8世は、東ローマ帝国を再編成するにあたって、古い手続きを復活させたが、その欠陥を修正することには熱意を示さなかった。また、兵の質を落としたために、 経済の低迷を早めた。1282年4月、アバカが急死し、マリア、デスピナが帰国。同年テッサリアで反乱が勃発し、ジョチウルスのノガイハーンが義父であるミカエル八世に援軍をトラキアに派兵した。しかし、12月にミカエル八世がトラキアで急死し、アンドロニコス二世、パレオロゴスは援軍をブルガリアの同盟国セルビア攻撃に使った。 1286年、ノガイハーンは、セルビアのステファン・ウロシュ2世ミルティンを追い詰め、講和を引き出すことに成功した。ミカエル8世によって開かれた王朝は、その後2世紀にわたって存続し、ローマ帝国史において、最も長命の王朝となった。1253年に、テオドラ・ドゥカイナ・バタザイナ、大王子が、ニカイ帝国皇帝ヨハネス3世、トゥーカス・バタゼスと結婚。 伝えられるところによると、テオドラは少女時代に孤児となり、聖者と呼ばれたヨハネス3世に我が子同然に愛されて育ったという。ミカエル8世との結婚もヨハネス3世の意向によるものだったという。二人は以下の子供を設けた。愛人のディプロバタツアイナとの間に次の二人の諸子を設けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。